島市のフェリスラテ。原発事故で避難や休業を余儀なくされた酪農家が共同で乳牛およそ600頭を飼育し、年間5500トンの生乳を出荷しています。人気者だからさ。田中和正社長は笑顔を見せますが、酪農家にとっては厳しい状況が続いています。新型コロナの感染が拡大してからは学校が休校となって給食向けの出荷が停止、外食の機会も減って消費が落ち込みました。円安やロシアによるウクライナへの侵攻といった国際情勢の煽りを受けて、餌や燃料の価格が高騰し経営が圧迫されています。すべて高騰しているので、非常に、もう産業として大変かな。赤字はどんどん膨らんでいくようなもので、輸入品の餌の価格はここ2年ほどでおよそ3割上昇。自家栽培の餌の割合を増やしていますが、重機の燃料費も高騰し、搾乳する機械などを動かす電気料金も値上がり。1ヶ月の燃料費と電気代は合わせて200万円以上に上り、去年と比べて3割ほど増加しています。去年11月に続いて今年8月にも生乳1キロ当たり10円の値上げが予定されていますが、経費の増加分を補いきれないといいます。今の現状を考えると、もうどん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 廃業される方っていうのも加速されるしていくんじゃないのかな、なんていうふうに思いますね。どんどん廃業っていうのが増えてくると、皆さんのね、食卓っていうのをこう守っていくのもやっぱ難しくなるわけで。牛乳をもう一杯、消費を増やして酪農家を支えることが私たちの食卓への供給を支えることにつながります。酪農家を取り巻く環境は非常に厳しいものがあります。県酪農業協同組合によりますと、県内の平均的な酪農家の場合、売上に対する餌代の割合は以前は 60% でしたが、今は 93.4%。 これに光熱費などのコストが加わるため赤字だといいます。国際情勢の影響はなかなか取り除けませんので、せめて私たちは飲んで応援したいと思います。